最上義昭の一生。1546年に出羽の戦国大名、最上義盛の長男として生まれ、13歳または15歳で元服し最上義昭と名乗り初陣も果たすが、25歳頃になると父と険悪になったものの若い家督を相続したが、29歳に再び父と険悪になる。天正最上の乱、義盛が次男の中野義時に家督を相続させようとしたことが原因とされる。陸奥の伊達氏には妹の義姫が嫁いでおり、義昭は伊達氏からも敵視されていた。最終的に義昭は義盛と和解する。伊達政宗は甥に当たる。その後は出羽を統一するために数々の戦いをし順調に攻略していったものの、43歳の時に越後の上杉氏に敗れる。十五里ヶ原の戦い、この結果庄内地域が上杉氏のものになってしまった。義昭は伊達氏とも戦っていたため主力部隊を差し向けることができなかった。また中央トップの豊臣秀吉から義昭は右州短大に任命された。45歳には秀吉に従属し本領である山形24万石を安堵されるが、50歳になると娘が処刑されたことで憔悴する。秀吉の後継者だった豊臣秀次が切腹を命ぜられ、秀次の側室候補となっていた駒姫も処刑された。義昭と正室の大崎義直の娘は数日間食事ができないほどであり、妻は死去してしまう。これが元で義昭は秀吉を恨むようになる。55歳で日本を二分した戦いに参加する。関ヶ原の戦い、秀吉に恩義がある石田三成中心の西軍、台頭した徳川家康中心の東軍の戦い、義昭は東軍に属した。義昭の領地は西軍の上杉氏に侵入され徹底抗戦する。慶長では合戦、上杉氏は約2万8千もの兵力だったが最上氏は7千しかいなかった。そのため伊達氏に援軍を要請。中央、関ヶ原では東軍が勝利したことで、上杉氏は撤退し勝利を収めた。この時庄内地域を奪い返し山形全域を領有。57万石の大名となり、山形藩主となる。力が強いため武勇に優れており、戦略家でもあった。文化人としても優れており、多くの連歌を残した。その後は城下町、街道整備、治水工事、年貢免除など、領内復興に力を入れる。統治は全盛であり、一揆が起きることもほとんどなかったと言われている。その後徐々に病気がちになり、69歳で病死する。死後は次男、家近が後を継いだが3年後に急死。その後後継者争いが起き、義昭の死から9年後には最上氏は改易させられてしまい、旗本として存続することとなる。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。